さあ、こちらです。東条会系松金組、規模としてはさほどでもない。業界内で俗に枝と呼ばれる末端の組だ。だが組長の松金貢は俺にとっても海藤さんにとっても親父だ。親父、八神さんをお通ししました。おお、久しぶりじゃねえか、ターボ。なんだよ、全然顔出してくれねえんだもんな。あのな、おやすさんだけだからな。この事務所で俺を歓迎してくれてんの。まあそうかもな。カイトはどうだ、元気でやってるか？元気だよ。例の件がなきゃ破門せずに済んだのによ。あれがかれこれ1年前か。あいつも俺には息子同然だった。もう済んだ話だろ。ああ、お前んとこで元気でやってんならそれもいい。俺も海藤さんのことは兄貴だと思ってる。20年前あの人やおやすさんに会ってなきゃ俺も今とは別の人生だ。相変わらずいいなお前は。失礼します。どうぞ。それでこの歓迎されてねえ事務所まで来たのは何のようだ？羽村の頭の件で。あれか、源田さんとこに弁護頼んだって聞いたがよ。多分も手貸してくれんのか？神室町に教令会の拠点があるだろう。場所が知りたい。そこの組員に聞きたいことがある。けどお前、連中今相当ビリついてんだろ。分かってるのか？ちょっと話聞くだけだよ。ゼネコンの梶平グループってあるな？いや、よくは知らないけど。関西の大手だ。で、その梶平系列で KJ アートってのが占領通りにある。ビル一棟丸ごとその会社のもんでな、教令会の連中はそこに詰めてんだよ。占領通りの KJ アートね。分かった。忙しいみてえだな。今度そっちの事務所に遊びに行っていいか？お忍びでよ。まあもちろん。海藤さん、おやさんと話せたよ。教令会の拠点は KJ アートって会社だ。そうか。じゃあ例の村瀬ってのもそこにいんだな？いや、それは現場行って確かめるしかない。となると張り込みか。おお、じゃあもしかしてドローンの出番か？それもあるかもな。了解だ。俺もすぐ KJ アートに向かう。もしもし。カイトだ。 KJ アートに着いたな。ああ、そうらしい。カイトさんは今どこ？ KJ アートに向かって右見ろ。これは分かった。俺も今そっちに行く。よっ、ここから KJ アートがバッチリ見える。ビルの中は確かに極道らしいのがうろついてたぜ。じゃあやっぱり教令会のアジトか。間違いねえ。村瀬はいたか？見当たらなかった。さっき鳩飛ばしては見たんだがよ。ん？しっかり見た？ああ、一応な。もう一度飛ばそう。今度は俺がやってみるよ。未熟な部下にお手本見せてやんないとな。へいへい。
こだ。これが村瀬の写真だ。ビルの窓越しに村瀬がいないか確認できればいいんだけどよ。怪しいな。おい、あれ村瀬じゃねえか。くそ、どこの部屋に行ったか探そうぜ。これはいたぞ。あれが村瀬じゃねえか。やったな、タボ、さすがだぜ。フロア奥の個室か。やろう、自分用に部屋持ってるってことはそこそこの立場だぞ。俺らが行ったとこで会えるか。多分門前払いが関の山だ。おまけに頭の弁護のためなんつったら叩き出されるな。村瀬をじっくり絞るなら、あの部屋に入り込まないとな。入り込むか。どうやるんだ。忍び込むか強行突破か、どう攻めていくかな。強行突破するか。正面からケージアートに殴り込む。待てよ、焦るなって。そいつは一番最後の手だ。時間もあるんだ。もう少し考えようぜ。海藤さんは頭使わないのが好きだと思ってた。お前と一緒にすんな。他の案はねえのか。なんとかビルの壁をよじ登ってみて、で開いてる窓があればそこから忍び込んで。結構無茶じゃねえか。壁よじ登るにもまあまあ人目があるしよ。窓から入り込んだってそこに人がいたらアウトだぞ。だよな。他の考えもあるんだよな。プラン B は何だ。誰かに変装して入り込むの。誰かって誰だよ。ピザ屋とか宅配便とか。それじゃせいぜい受付までしか行けねえだろう。じゃあ出入りの業者、ビルのメンテナンスとかね。お、そいつはいいんじゃねえか。作業服なんかはドンキホーテで買えるしな。ただビルの中入ってく理由がいる。そいつはどうする。そうだな、あそこの室外機使おうか。ああ、れがもし故障してたらどうなる。修理の業者が呼ばれるな。でも壊れるまで待つのか。壊れてなければ壊しに行けばいい。なるほど、そうか。冴えてるじゃねえか。お前本当にタボか。どういう意味だよ。よし、じゃあまず室外機に細工してくる。海藤さんはこっから見張ってて。おう、それじゃ作戦開始だ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。もしもし。ダボ、作業服は買えたか。ああ、今買ったところだ。そうか、じゃあすぐこっちに来い。 KJ アートの奴らが室外機が故障したのに気づいた。たった今下っ端が修理業者に電話したぜ。狙い通り、急いでそっちに向かう。どうも、エアコンが故障されたそうで修理に伺いました。
お世話になっております。エアコンの修理の件受けたまわっております。左手の扉から外に出ていただきますと、非常階段の前に室外機がございます。中のエアコンも点検させていただけますか。実際どういう状況なのか確認しておきたいので。中のエアコンってございますか。そう、例えばそこの部屋にもありますよね。この際一通り点検しようと思いますので。そういうことでしたら、はい、問題ないかと存じます。ありがとうございます。それでは作業に取り掛からせていただきます。おお、超待ちや。あんちゃん、エアコン直しに来たんやろ。そこを見終わったら上にも来てくれや。あ、はい、すぐ行きます。ほな、こっちや、ついてき。うぅ、さば、はよ直してくれんとここへ死ぬわ。おお、あれや、電源はついてんのに何も動かへんのや。わかりました、とりあえず見てみますね。あー、これは確かに故障してますね。おお、早直してくれや。なんや、中開けてみたりせんのかい。外から触って治るもんなんか。さすがやないか。なんや、そない簡単なことで治るんやな。いえいえ、お役に立てたようで何よりです。それじゃあ私はこれで。ん、誰やお前。あ、私エアコンの修理に来たものでして。ほんまか、見たことない顔やな。いつものあんちゃんはどないしたんや。てっきりあいつが来るもんやとばっかり思っとったわ。それはですね、妙やな。もっかい業者に電話してどないなってんのか確認してみようか。いつもの人の代理です。彼今日はお休みでして。そないなはずないやろ。さっき道が混んでるから遅れるって連絡あったんやぞ。あれ、おかしいですね。何か行き違いがあったのかも。なんやこいつ、怪しいで。登場会の回しもんやないか。なんやと？お前ら、生かして返すんやないで。
から帰れって言ってんだよ。え、でも、あれ、海藤さん、エアコンが故障したって聞いてきたんですけど。だからその件はもういいの、治ったから。あ、じゃあ一応問題ないことを確認させていただいて、そしたら書類にサインだけお願いします。なんで修理してねえのにサインがいるんだよ。とにかくもう帰れって。あ、ちょっとお手洗い借りていいですか。実はさっきからお腹の調子が。ダメだ、漏らせ。なんやお前は。し、少しだけ話したいんですよ、村瀬さん。俺も命がけで来たんだ。それに免じじゃがし、ヤクザ舐めとんのかこら。何が目的や、お前。言ったろ、あんたと少し話したいだけだ。これ見てくれ。この久米を見捨てて逃げ出しているのがあんただ。なんなんや、お前は。神室町の探偵だよ。久米が殺された事件を調べてる。羽村の弁護士に頼まれて。じゃあお前ら、羽村を弁護しとるっちゅうことか。アホンだな。そんなもん相手に何も喋らんぞ。その交渉ならもう済んだと思ってたよ。まださっきの続きやるか。こんな真似してただじゃすまんで。顔を覚えたさかいな。あんたも本当に羽村が久米を殺したと思ってんのか。当たり前や。他に誰がおるっちゅうね。俺もそれを確かめてるとこでさ、あの夜何があったかはっきりさせたい。はっきりしてるやろが。羽村が久米の目えぐったんや。以上。ん？どこで？どうやって？あの店のゴミ捨て場や。あそこでなぶり殺しにしたやろが。いや、少なくとも殺しの現場は別だ。それについては証拠がある。これがその証拠。なんやこれ、久米の死体。あんたに見せんのは酷だったかもな。けどこの写真で死体の周りにほとんど血の跡がないとわかる。別の場所で殺された後、ここへ運ばれてきたってことだよ。そうか。じゃあまあそれはわかった。少しは落ち着いて話せるようになったか。よし、なら一つずつ行こう。まず、あんたはアムール前から逃げ出した後、どこで何をしてた？敵に組の門さらわれて何も動かなかったのか？動いたに決まっとる。組を奪い返すために俺は強霊会の仲間に応援頼みに行って。でも応援は集まらなかった。あ、アホ抜かせ。応援は集めたで。アムールにも勝ち込みかけたわ。あの晩、アムールにはもう人の出入りはなかったはずだ。そう思うが、防犯カメラに映っとらんかったからやろ。俺らはそいつを避けて裏口に回ったんや。
そっちは防犯カメラも壊れとったしな。そっからアムールに踏み込んだんや。踏み込んだ？アムールの中に？ああ、せやけど店ん中には誰もおらんかった。隅から隅まで全部探したんやがな。その時の時間は？夜中の12時過ぎっちゅうとこや。検察によればアムールでハムラが久米をいたぶってた頃だ。あんたの話が確かならそのストーリーがひっくり返る。ふん、検察の細い話なんぞどうでもええわ。とにかく久米やったんはハムラや。他におらんやろか。かもな。ただ今のあんたの話は警察も検察も掴んでない。だから法廷で証言してくれると。やると思うか。なんで俺がそんな真似せなあかんのや。どう？一応聞いてみただけだよ。なるほど。じゃあ村瀬によると12時の時点でアムールには誰もいなかった。そう、ハムラの頭は12時頃久米を解放してサウナへ行ったと言ってる。村瀬の話とは矛盾しない。となるとハムラの頭マジでやってねえのか。頭がサウナに行ったって証拠が出ればね。まあ結局はそこなんだよな。それでも今日は十分だろう。あとは明日だ。そうだな。よし、海藤さんも今日は上がって。